はい、さんちゃんです。本日はですね、ビーコンの選び方といったところでお話ししていきたいと思います。雪山でですね、必須の装備と言われているのがビーコンです。で、ビーコンというのはですね、非常に高いものといったところで、買うのをですね、躊躇される方多いのではないでしょうか。改めてビーコンとは何かと言いますと、雪山でですね、雪崩にあった際、埋もれた場合、自分のパートナーが雪崩に巻き込まれてしまった場合に探すために使われる発信機、受信機のことを指します。この選び方といったところで値段の差があるんですけども、初心者の方ですとちょっとしたですね注意点があるので、今回お話ししていきたいなというふうに思っています。まず大きなお話からしたいと思うんですけども、ビーコンの高いものと安いもの、違いは何なのといったところなんですけども、これは私の見解ではですけども、埋もれてしまった方はですね、そんなにこのビーコンが安いか高いかでは変わらないといったところがあります。問題なのは探す方ですね。値段の高い高性能なビーコンであればあるほど、実はこの探す力というのが明らかに変わってきます。ある程度ですね、値段がお手頃なビーコンというのはアンテナが1本だったりするんですけども、このアンテナがですね、複数ありますと、どこに人が埋まっているのかといったですね、その電波をですね、受ける力が非常に強くなりまして、埋もれている人までの距離や最短ルートをですね、非常にですね、詳細に導き出してくれるといった特徴があります。といったところから、自分が守れるというよりかは探す側になった時の方が重要だといったところになってきます。で、こういったお話をするとですね、探すことがないんだったら安いのでもいいやといった考えが生まれるかもしれないですけども、実際ですね、人を助けられる状況にあったのに、そのビーコン一つで人を助けられなかったと思うのはなかなか苦しいことだと思います。誰に巻き込まれた時っていうのは、もう完全にその機械に頼るしかありませんので、こういった命に関わるものに関してはしっかり選ばれていただくことが必要なのではないかなというふうに思っています。で、実際ですね、じゃあそんな高いもの買わなきゃいけないのかと思われる方もいるかもしれません。ここでではなんですけども、ビーコンにはですね、レンタルといったサービスが増えてきています。1日数千円単位からレンタルすることができますので、毎回冬山に行くといった方でないのであれば、こういったですね、レンタルっていうのも活用されるといいのかなというふうに思っております。一回ですね、使ってみて、こんな感じなんだなというのをですね、体験していただくのもいいかなというふうに思っています。価格のですね、お手頃なビーコンが使えないといったわけではなくて、実際のところ、訓練がですね、ある程度値段の高いビーコンよりも必要になってくるといったところがあります。皆さんですね、ビーコンに対する関心っていうのを高めていただいて、自分に適したもの、もしくは、適したですね、買い方、考えていただけるといいのかなというふうに思います。といったところでいかがだったでしょうか。この動画もし役に立ったなと思いましたら、グッドボタンの方と SNS のシェアよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいください。